子猫のチーが始まるよ。にも撫でさせてくれよ。じゃあ行ってきます。どこ行くの？ちー、撫で撫でさせてくれよ。お父さんなんだ。お、ちー、追いかけっこだな。なんでだ、ちー。撫で撫でさせてくれ。疲れた。お父さん、楽しかったね。ふぅ、血撫でさせてくれないな。そうだ、よっと。チー、じゃーん、ブラシだぞ。え、そんな。チー、お父さん邪魔だ。え、ちーこら。そんなに嫌がらなくても。ポカポカだ。仕事しよう。おや、はーい、
健太、昨日送ってくれたデザイン実にパーフェクトだったよ。いや、ありがとう。なんだか元気ないね。地位がそっけなくてさ。なるほど。それなら僕が猫ちゃんに気に入られるコツを教えてあげるよ。コツ？でも君は猫飼ったことないんだろ？お父さんが。人でも猫ちゃんでも仲良くなるコツは一緒さ。ケント、猫ちゃんと仲良くなりたいんだろ？お父さん。うわ、チー。どうしたんだ？いや、ちょっとチーがズボンを引っかいて。お父さん、チー来たよ。クシクシ来て。チー、どうしたんだ？ズボンを引っかく。このことからわかるのは？わかるのは？猫ちゃんは相当ご機嫌斜めみたいだね。お父さん、クシクシきて。やあ、猫ちゃん。会いたかったよ。やっぱり可愛いな。何や？ケント、猫ちゃんと仲良くなるコツ、その1、まずはトークだ。トークって猫だぞ。なあ、見てなって。お待たせ。ん？ミャダムだよ。驚くにはまだ早いぞ。ミャー。反応した。ミャミャ。なんだこいつ。ミャ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 まさかトークしてるのか。ミャッケイ。ミャッケイ。でも、チー、怒ってないか？まだまだ。猫ちゃんと仲良くなるコツ、その2。出してダメなら、引っ込めろ。え？あれ、いなくなった。やあ、猫ちゃん。いた。あれ、いなくなった。やあ、猫ちゃん。なんだ？確かに喜んでる。これで決めるよ。猫ちゃんと仲良くなるコツ、その3。スキンシップが大切さ。スキンシップ？モニター越しじゃないか。ノープロブレム。猫ちゃん、はーい、タッチ。さっ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 。ハイタッチしてる。どうだい、なかなかのもんだろ。ケントもやってみなよ。え、よし。その1、トークから。ミャ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 。あった、ハートを込めて。ミャ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 。お父さん、何来てよ。ミャ。いいぞ、ケント。その2、出してダメなら引っ込めろだ。ミャ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 ッケー。その3、スキンシップだ。ミャー。
と仲良くなるコツファイナル。まだあるのか。何でもいいから早く。猫ちゃんは気まぐれ、時には諦めることも大切さ。うんうん。そしてケント、なんだい。急な依頼だ。え、夕方までに欲しいんだって。夕方。クライアントも気まぐれなのさ。みゃっけ。お父さん、トイレまで来て。なんとか間に合った。ああ、今日は大変だったな。急な依頼は入るし、チーには嫌われちゃうし。なんだ、チー。お父さん、ポカポカラチー、マッサージなのか。ありがとう、チー。お父さん、チー。